ろしくお願いします。早く終わってください。気候なチャンネルをご覧の皆様、こんばんは。アローズスクリーンの審査です。トミーです。こんばんは。こんばんは。トミーさん、こんばんは。お疲れ様でございます。お疲れ様です。というわけでですね、今回も閉店後の、気候な加古川店さんお邪魔して、今から収録のをさせていただきたいと思います。久々ですよね。そうですね、久しぶりですね。まあ、今回だいぶ間が空いてからの収録になるんですけれども、はい、まあいろいろこうあんな機種ったりこんな機種ったりしてきたじゃないですか。そうです。でなんと今回ですね、はい、一応このシリーズの最終戦ということになっておりまして、はい、ラストのバトルになります。で今回のシリーズではですね、私シーサーがトミーさんに負け越した場合は、トミーさんが指定するお店でゴッドを引くまで帰れませんの生放送をやるということだったんですけれども、もうすでに決まってます。ここまで僕が負け越しておりまして、はい、今日勝っても最後逆転というのがありませんので、もう負けは僕で確定なんですけど、最後までしっかりバトルの方はやらせていただきたいなと思っています。はい、そして今回、はい、パチンコなんですよバトルが。結構今までスロット中心でやってきたんですけれども、今回話題の最新機種、ね、ダイクの源さん超イダテン、これでね、はい、どっちが出せるかという勝負をしていきたいと思ってます。逆にあれじゃないですか、もう今はもう僕が勝ち越し決定してますけど、はい、この放送で、はい、シーサさんが3万発以上出たら逆転勝利みたいなのも面白いんじゃないですかね。おお、いいんですか。ああ全然いいです。使ってくださいね、ここね使ってくださいね。あ、じゃあこうしましょう。3万発出ちゃうんで運が良ければはい、はい、確かに3万発以上の差をつけたらっていうのでどうですか。いいですね、トミーさんに。そんなんいいんですか。3万発以上の差をつけて僕が勝てば今回のシリーズ僕の勝利ということでいいですか。いや、あっちのいいですけど、私もうこのシリーズだけではむちゃくちゃ引き強いですから。いや、確かにそうですね、はい、僕が全然ダメなんですけど、負ける気しないですけどいいですか。ただ今までこっちだったじゃないですか、今日こっちなんで、そうですね、違うと思います。でちょっとおさらいなんですけど、はい、まあこの企画が終わった後ゴッドを引くまで帰れませんの生放送をやります、この気候なチャンネルで。で、その時に僕が勝ったら交通費と宿泊費トミーさん出してくださいっていうお話だったんですよ。でトミーさんが勝った場合はもう自腹で来ますよと、そしてご指定したお店でやりますんでっていうルールだったので、今日もし僕がトミーさんに3万発以上の差をつけて勝つことができたら生放送はやります。その時の移動費と宿泊費ですね、こちらの方だけご負担を願いたいと思いますので。ゲーム面白くしないといけないですからね。さすがですね、はい、分かってらっしゃいますねというわけで早速、はい、大工の源さん、超イダテン、負けません。始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ準備整いましたのでちょっと打っていきたいと思うんですけれども、まあ、今回の大工の源さんの超イダテンなんですけれども、もう言わずと知れた、なんと言いますか、本当に超イダテンというね名がふさわしい台なんですけれども、まずですねデータの方ちょっと見ていただきたいんですけれども、何をお伝えしたいかっていうと、このグラフですね、まあ、出とるか出とらんかっていう話じゃなくて、急激にこの今2万発ぐらいポーンって上がってるグラフがあるじゃないですか。でこれなんでこんな急激に上がっとるかというと、短い時間で2万発出てるからなんですよ。とにかく瞬発力のある台で、普通だったらもうちょっと緩やかな右上がりになるんですけれども、多分時間的には30分前後ぐらいでこれぐらいの出玉が出てるんだと思います。だから急激に上がってるんですけれども、こういうグラフをまあ描く台っていうことですよね。そして、今トミーさんと並んで打ってるんですが、どうやらですねこれトミーさんの、まあ、勝手なオカルトなんですけど、ラッシュが終わった後はちょっと様子を見たがいいと、はい、そうですね。なのでトミーさんが選んだ台はですね、なんとラッシュが終わって3回転やめっていうね、抜けた後の、しかも52連して3回転でやめた台を俺これ打つって言って、はい、喜んで座られましたね。逆に僕はハマった台が好きなんですけれども、はい、さあ今回どんなバトルになるか、もちろんですね、はい、継続率が約 93% という、とにかく継続率の高い台なので、ラッシュをまずは目指して、はい、その瞬発力がいかなるものかお見せできたらなと思います。はい、というわけで打っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いや楽しみですね。結構もう巷では話題の機種になってますもんね。そうですね、 SNS でも広く取り上げられてますんで、やっぱ何がすごいって
その 93% の継続率というよりもその出玉スピードの速さ、はい、もう次から次にラッシュ中当たりがやってくるっていう爽快な台になっているようです。僕はまだ経験したことありません。私は実戦で4回ほど触ってますんで、はい、ラッシュにはもう何度か入ってるんですか。ラッシュにも入れてますでね、はい、じゃあもうそのスピードっていうのを味わってるんですね。いやまさにだから初めて打った時ですかね、はい、でその時に初当たりを4回引いたんですね。ほうほうほう。それは全て15回転以内に初当たりを4回引きました。で3回ラッシュに入れてるんで、すごいですね。15回転以内に4回初当たり、はい、そして3回ラッシュ、はい、何万発出たんですか。トータルは大したことなかったです、はい、7000発ぐらいだったんですけど。ちょっと待って、3回ラッシュに入れて、はい、しかも大当たり感もう数十回転で。そうです。1万発も出てないんですか。出てないです。その辺がやっぱ僕の実戦ってなると弱いところ。なるほど。このただ閉店中ですから今は。そうですね、話が違います。閉店後は強いですよね、はい、この番組勝ち負けてますんで。まあ時速4万発とも言われてますから。いやそれ本当に自分で体感してみたいですよね。ですよね。今日それをちょっと実証できればなと思いますけど。そうですね、はい、いやもう個人的にはもうむちゃくちゃ推し台なんで。いや本当ね、先ほどから言われてますけれども、はい、いやー源さんいいよって言われてましたもんね。いやもうちょっと抑えた方がええんちゃうのって言われたんですけど、はい、大丈夫ですね。いやいや行かしてくださいと。さすがです。まあ、この加古川店でも一応10台そうです、ね、控えめで10台です、はい、本当はもっと欲しかったっていう、そうなんですよ。いやでも10台ぐらいあった方がありがたいですよね。そうですね。正直今招待室だと座れないっていうお店もありますので、ですし、まあやっぱ荒い台なんで、はい、なかなかやっぱり招待室でコントロールって難しいかなと。確かにそうですね。いやしかもねちょっと気づいたんですけど、はい、加古川店さん拡大計数機じゃなくてここ今玉箱使われてるじゃないですか。そうですね。これまたね何万発って出た時のインパクトもすごいですけど、いや、そうですね、いや僕が心配したのはこの島の担当者は大変やろうなって。もうね、確かにラッシュに何台か入ったら大忙しですよ。玉箱3つぐらい持って歩かないかんという。さあさあさあ、どっちが先にラッシュに入れるかな。個人的にはもう通常の演奏も別に嫌いじゃないんで。あ、そうですか、ただあの僕の個人的な意見言わせてもらうと、はい、ゲンさん面影なくなったなと思って。まあまあまあ、確かにゲンさん、今までのゲンさんどこ行ったっていう感じですね。まあ、そこは度外視して、そうですね、新しいこの何ていうんですかね、ストーリー性というか。そうですね、まあでもゲンさんといえばもう初代からね爆発力のあるスペックでおなじみですので、まあ、そのあたりはしっかりいい意味で継承されてるんじゃないですかね。さあさあファイヤーときまして、これはビジレンですね。今保留のところに炎という文字が出てるんですけれども、これが1つだと弱いんですけど、これが2つになるとまあややチャンスと、3つになるとバトルリーチに発展すると、まあ4つまでいけばマックスということですね。だからこの炎の今1つの文字があるところが増えれば増えるほどチャンスというところがまあ基本的な煽り演出ですね。まあ、今回ゲンさんがもうちょっとだいぶ大人な感じになってまして、本当ですね、スーパーサイヤ人になるんですよこれ。金髪に、はい、その仲間が倒されて、はい、切れてスーパーサイヤ人になるっていう演出なんですよ。見ました、僕打ったことないんですけど見ました見ました。あれかっこいいですよね。いやそうですね、カンナちゃんが出てきて、だからなんかその例えば図柄で言うたら、はい、なんか坊主のおっちゃんみたいな、はい、これは僕の中ではもうネテの会長なんですね。ネケ、ネテの会長ってあのハンターハンターで出てくる。ああ、ハンターハンター僕知らないんですけど。結構いろんな、あ、これですか。ああ、そうです。いろんなアニメを、はい、あのオマージュされてるんだなっていうのは感じますね。ああ、はい、そんな感じなんですね。まあ私が思うその30回転台演武、さあ保留4つからですね、ここはいきなり演武が出ました。さあちょっとね展開次第では期待したい回転です。ここはまずは疑似連でしょうね。あ、疑似連と継続確定ですね。さあどうだ、かっこいいな、このゲンさんもいいな。さあ疑似2ですね。薬物動いてもう1段階いけばさらにチャンスというところですね。薬物の動きも
ただこのカットイン強そうだけどな。さあどうだ、後期か継続、ここは継続じゃないといかん。あー後期かー、ちょっと早いな。あ、無限乱舞です。ひょっとしたら、はい、お、え、プシュンしましたよ。嘘やろ嘘やろ、ここでこの間がすごい激アツっす。あーつーやべえ、やばい、極限演武いきます。あかん、あの本気最強のリーチと言われてる極限演武、これは強いですよ。うわやばい、めちゃめちゃかっこいい。あかん、いやーもらったかも、バリカッケーじゃないですか。しかも赤いですね。あかん、これは強い。さあ早速、ちなみにあの全然スペックの話してませんでした、大当たり確率はおよそ、まあ、319分の1と、約319分の1となっております。で旗当たりの 60% でラッシュ突入。さあ極限部だ、これ当たってほしいな。いきなり強いリーチが来た、最初のスーパーリーチがこれです。僕はどうだ、頼むよ。いやまだ分からんですよ。復活あります、復活あります。やったな、マジか、あっさりでしたよ。いやでも、あ、すいませんでした。お、当たってもないのに右打ちをして、それ保留が、今回保留が弱中強なんですよね。その中かな、それは弱か中、まあ、あんまり過度な期待はできません。お、赤や、これちょっと、お、赤い、なに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 、ハーデスのクラッシュ演出みたいな、いや全てオマージュですね。オマージュ、面白い台ですね。あーちょっと頼むで、継続継続、いやそこ継続するでしょ。オッケー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 、はいはい、オッケー大丈夫だよ、はい、トミーさんが当たっても嬉しくないんだけど、なんか当たるところを見てみたい。いいですよ、おーしゃい、おー、ギジさんちょっと渋かでしたもんね、ここまでね。そうですね、ちょっと見せ場作りたいですね。こういてこういてこういかなきゃいけないんで、結構焼くものもね、激しく下まで行きますんでね。なんか後期が出てくると大丈夫かなって思っちゃいますよね。 おダンが出てきた、うー、ちょっと怪しいですね。まあでも要はバトルリーチに行って後半パートに行くかどうかです、ええ、おおしおし、これこれ、そこから極限、これいかないと、おし、そこから極限の可能性ありますね。おおし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 、もうこれもちょっと百裂拳予告をちょっとねオマージュしてますけど、おおし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 、おお極限部4つ目までいく、おー、いった、よーし
ちょっとお客様すいません、あの周りのお客様のご迷惑になりましたので、ちょっと静かにしてもらっていいですか。嬉しい気持ちわかりますけど。うわー、熱い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 、それは熱いやろ。これは僕初めて見ました。これ参戦すると期待度一気に 70% オーバーです。これは当たるやろ。ただカンナちゃんのあれが出てないですよね、予告が。カンナちゃん予告がね、カンナちゃん予告出てないですね。そこはちょっと心配。いやでも参戦はめちゃめちゃ熱いですよ。あ、メモ炎だ。いける、いける、おお。はしゃぐなあ。もういける、いける。チャンスアップですね。おお、当たった。はい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 、バーバウ、はい、バーバウ、まあ、あまり騒ぎすぎるとね、周りのお客様のご迷惑になりますけど、今閉店後ですからね。いやー、嬉しい。やられたー。まあでもあとラッシュに入るかどうかですよ。そうですね、 60% 取れるかどうか。やっぱ閉店後強いな、と。強いな閉店後強いな、閉店後強いないやあ、私いつもバトル告知選ぶんで、はい、今日はちょっとあえて完全告知 で、まだ今まで一回もやったことないんで、これ、その名の通り告知発生でラッシュ確定ですね。お前からバトル告知いきます。なんだそりゃ、何がやりたいんですか素直じゃないですねいや、行くぞ。残り戦隊は普通ですね。 60% 行くよ。行ってもらったら困る、見たいけど。そうですね、ここでボタンがちょっと変わってたりしたらね、熱いんですけど。まあ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 、レインボーのボタンもあるみたいですよ。そうですね。あー、ちょっと弱い。ここでカットインとかが入ればいいんですけどね。そうですね、入らない。あー、それ結構微妙じゃないですか。微妙っすね、結構微妙じゃない。ダメだ、ダメだと思います。あー、あー残念。まだ分かりませんけどね。まだ分かりません。ほっとしました。いやー、痛いね。 60% の壁、 60% の壁。いやー、それにしても当たらんな。あ、一回当たったか。あ、私は、はい、サクッと当ててます。あ、その後30回転過ぎましたね、はい、もう60回転ラッシュの後の30回転がいいんですかね。あ、そうですね、ひょっとすればなんか初代ガロの時にそういうこと言ってたな。 なんかあったな。初代ガロの時、ガロって時短がなかったんですよ。ありましたね。加点が終わったら即通常で終了だったんですけど、あのザルバモードだったかな、終わった後の特殊ステージがあって、あの間は回した方がいいとかっていうオカルトがあったんですね。あの4分割のステージ、なんかそれに近い感覚ですよね。ありました、ありました。2段階、よし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 、なんか久しぶりに派手な演出が見れそうな。さあ、かなちゃんの赤文字も来た。大龍、大龍とのバトルだったら強いですけど、さあこれでバトル発展。ゲンさんのセリフが大龍って言ってるんで、大龍出てくればいいですけどね。バトルの相手の中でも一番期待度の高い相手になります。おお、二次連、これは結構。もう一個、さあどうだ。よし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 。いやでもここはちょっと期待しよう。先ほど
極限部行きましたけど、それ以降全く強いリーチ来てないんですよ、この台。あー、そっちかさあ、ここは後半まで行ってくれるんじゃないですかね。頼むよ。よし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 、ここからですよ、ここから。さあ赤文字来ましたね。さあこの時点で 40% 以上の期待度があります。いけいけいけ、おー、参戦、面白くなりました。参戦熱いですね。さあ赤文字来てます。これはあるんかも。参戦で 70% ぐらいですもんね、期待度。熱い。さあ頼むぞ。いける、これはいける、これはいける、いけ、ずっと赤文字だ。さあ目も炎ですね、いやーこれは当たってもらわんと嫌よ、源さんの目も炎です。バリ強そうだけどな。嘘やん。うわ、大工の源さん、プッシュしました、プッシュ。これが気持ちいいんですよ。もうあの演出が気持ちよくないはずがない。僕が大好きなプッシュです。おー、さあこれで当たった。バリかっこええな。いやー、いいっすね。いいですね、あれ、トミさん、ラッシュは入ってなかったですよね、さっきね。入ってないです。じゃあ僕が決めましょう。こっからです。このね、93% 超威打点お見せしたいと思います。ブラボー。さあ忙しくなりますよ、ここから多分ね。いやー、よかったっすね。で、通常のあたりは、まあ、ラウンド中にさっきみたいにありますね。まあ僕もバトル告知が見たいのでバトル告知でいきます、はい。さあ頼むぞ。何人？千体。あ、怪しい。チャンスアップみたいなのありますね。あ、いきなり。いきなり来た。熱いよこれは。まあチャンスパターンですね。あ、ダンが来た。これいけるんじゃないですか。はい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 。おお、これは硬いぞ。あ、ここも来た。これ普通の源さんなんですよね、ここね。あ、うわ、いけます。いったわ。これはいける。いたいた。残り2回で52ですもん。まあ敵ですけど嬉しい。はい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 、はい。いやー、行くぞー。レインボー来い。はい。イエーイ。いたいた。まあ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 。言っときますけど、3万発出したら僕の勝ちですからね。大丈夫、大丈夫。さあ行きました。ここからが上限ラッシュということで、まあ、ケーブル率が約 93% の、まあ、ラッシュということになります。で、ラッシュ中の大当たりは9ラウンドか3ラウンドで、振り分けが 80% が3ラウンドで 20% が9ラウンドということになります。ただね、この当たりの速さ見ていただきたいんですけど、これで当たりです。2連目っていうね、めちゃめちゃ早いでしょう。さあ2回目の減ボーナス、7が揃えば超減ボーナスって言って9ラウンド確定ですね。今大当たり中です。で、大当たりが終わったら、はい、3連目です。3連目、
大当たりが終わって今3、2、1ってカウントあったじゃないですか。で、大当たりのこう流れが時短3回保留1回合計4回を約2分の1の当選率をでやっていくっていうものなんですけれども、あ、超限ボーナス来ました。あ、トミーさんの方もお願いチャンス、お願いチャレンジ、お願いチャンス。はい、これで、ね、9ラウンドですね、大当たり。ダメでした。で、まあ合計で4回転チャンスがあると言ったんですけれども、それをカウントダウンみたいな感じで3、2、1っていう3で1回転、2で1回転なんですよね。わー、また9ラウンドで、ちなみにこの前の大当たり中に赤背景でネクストっていうのが出てたんですけれども、まあ、ネクストが出た時は次の保留内で大当たりがありますよっていう、まあ、その時差になりますね。これでもう5連目、今当たってからですね、ラッシュに入ってから消化時間2分半、2分間で2700G ってなってますね。まあ、一応これがまあ払い出しの玉数ということですね。大当たり中ですね、右上に消化時間、そして右下に払い出し数ですね、こちらが出てます。かなりのスピードです。これ曲がいいですよね。いいですね。日本代表のね、なんか戦ってる感じがしますね。サッカーの、 この盛り上がる感じの、わあ、なんかサッカー僕好きなんで見たくなってきた。あ、ネテロ会長っす。2位、長い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 。あー、これで今3回転でダメだったってことね。4回転目ファイナルタッチ、これがラストになります。さあどうかな。さあ色が変わっていけばチャンスというところですけど、まだ終わったらいかんよ。 93% ですから、ちょっと微妙じゃないですか。ちょっと微妙じゃないですか。いやー、終わったら嫌だ。さあ4回転目お願い。おー、よかった。まだ終わってません。ちなみにこれ外れても復活パターンもあるんで、あ、それめっちゃうっちゃ熱いです。すごい。さあ6回目、すごい。あ、すみません、これ本当ね、島担当者大変。この島、これラッシュ入ったらもう間もなく4000発ですか。そうです。あっという間、早いな。はい、この3、2、1でほぼ当たるっていうってことで、もう7連目になります。7回目ラッシュに入ってまだ5分経ってません。5分で4000発、5分で4000発、5分よ、4000発よ。はい、8年目、やばくないですか。これが源さん、これが源さんなんですよ。だからトミーさんが言ってたこともわかるでしょ。これね、新しい時代の始まりですよ、本当に。で、結構僕運がいいことに 20% の超限ボーナス結構引いてるんですよ。なので9ラウンドが偏ってるんで、これだけ早いチームもあります、正直。はい、9連目、これもう呼び出しランプ押すのが申し訳ない、玉箱のお店は。だからこれ、ゲンさんが数十台設置してあるお店のゲンさんのコーナー担当者の方以外の方、ゲンさんの島箱いっぱい積んどってくださいね。他の島の3倍ぐらい箱あってもいいと思います。すいません。もしくは最近使われてないですけど、ゲンさんのコーナーだけ4000小箱を使うとかね。最近もう取ってるお店も少ないかもしれないですけど、すごいな。ネクストが出ると次の保留内に当たりがあるかもよなんですけど、あ、これです。うわー、すごい。さあここも超限ボーナスでありながら保留連と、あっという間に10連ですね。ここまで9ラウンドが偏ってくるっていうのは運がいいです、運がいいです。うわー、気持ちいい。これは9ラウンドです、ね、これ気持ちいいわ。
でもこれで払い出しが約、まあ、900数十発ぐらいですかね、9ラウンドで。なので1回の大当たりの出玉自体はそんな大したことないんですよ。とにかくこの瞬発力、スピード、これが全てですね。いやもう何も喋らんでいい。これ見るだけでだって凄さが分かるじゃないですか。そうそうそう、あの消化時間と獲得玉数で、うん、大当たりが終わったと思ったら、まあ、ほとんどの場合3秒以内で次の当たりがやってきます。これすごいよね。だって、おお、これもまたネクスト出ましたね。うわ、めっちゃ偏ってますやん。ここの超限ボーナスは当該ボーナスが9ラウンド。すごいな。今の赤いネクストは次の放流連ということで、赤いネクストと今右に出てるものは別物ですね。あれ、これ振り分け 20% だったかな、本当に。そんなもんでしたよね、ラッシュの振り分け確か。やっぱだから、はあ、隣でこうなると、はあ、もうこっちとしてはもうカッカしてくるわけですよ。そうですよね。わー、出したい、やりたい、俺もやりたいってなるんですよね。しかもここにちょこちょこスタッフさん来ますからね。そうそうそう。やっぱこれで稼働がどんどん上がっちゃうんですよね。これやっぱインパクトありますよね。横で見てますからね、はあ、めちゃめちゃ早い。いや言いますよこれ、あのお前ゲンさん打ったあれやばいよ、うんうん、だって今正直ラッシュに入ってまだ10分経ってないんですけど。いやそうですね、まだ10分経ってないですよ。でこれよかったら、まあ、節目節目で消化時間をちょっとアップで取ってもらったらいいですね。わ、また超限ボーナス。いやめちゃめちゃやん。あれ9ラウンドばっかり来るんですけど。すげえ審査すげえよ。いやだから言ったじゃないですか、今日はスロット、スロットじゃないんで、やばい、違うよって。これやばいかも。いやだって3万発ってなかなか難しいと思ったでしょう。今10分消化してもう8000ですよ、10分ですよ。これちょっとやべえ。10分で8000発。おー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 、じゃねえよ。こっちも来てくれよ。素晴らしいですね。はい、もう何が起こってるか分かんないと思いますけど、14回目の大当たりということですね。はい、しかもネクスト、わーすごい、終わらんばい、終わらんばい、やべえな、すいません。おー、おデカプッシュ、羨ましい、味わいたいでしょう。あ、味わいたい。そっか、1万発は出てないんですもんね。さあもう1回、ラッシュ中の大当たりの流れなんですけど、ここから3、2、2回転ってことです。これで3回転目、はい、当たりってことですね。ちょっとこれはひょっとするかもやな。いや、ひょっとしますよ。やばいな。さあ16回目の大当たり、もうすぐ1万発ですね。そうですね。さあ実際にじゃあどれぐらい早いのかっていうのをお伝えしたいんですけれども、今液晶の右下のカウントが払い出し、次の当たりでおそらく1万発いきますね。はい、見ていただきたいと思います。大当たり自体はこれが17回目ですけれども、ここで払い出しが1万発を超えてきます。さあそして消化時間ですけど、ラッシュに入って12分30秒、12分30秒で1万発オーバーっていう、このスピードですよ。まああえて言いますけど、1万発スロットのメダル換算で約2000枚です。12分です。どんだけ尖ってるか分かるでしょ。1時間ってことはこれの5倍の時間を消化するわけですから、どんくらいやばいか分かりますよね。1時間続くっていうのがどんなことか。あ、すいません、これ何度も言いますけど、あの拡大計数機ではないお店でこのゲンさん設置してあるお店の方、めちゃめちゃスタッフの方大変です本当に。まだ終わってほしくない。いけ、おーし、さあ終わりません、終わりません、終わりません。水を得た魚のように挟んでます。やっぱ楽しい。